こちらから闇の展示室というお部屋です。素晴らしい、はい、今通ってきたスロープのところから床面が絨毯に切り替わっていて、自分の、はい、足音もこう聞こえない、でかつ明かりも最小限な空間で作品と向き合うというのがこちらのお部屋のコンセプトです。で、こちらのお部屋ではですね、この17点の版画作品、17点もあるんですか。はい、そうなんです。ご紹介していまして、これはまあ初期に制作した作品を晩年に版画として出版したものになるんですけれども、一つ一つが大きいですよね。そうなんですよ、結構大きなサイズの版画で、まあ、暴力的なシーンとかちょっと性的な描写もあったりするような作品です。で一瞬ちょっと恥ずかしいって思うものも、うん、はい、やっぱ可愛いので、そうですね、もっとちょっと見ちゃいますよね、はい、興味深く、うん、キース・ヘリングは1990年に亡くなっているんですけれども、エイズによる合併症で亡くなっていまして、まあ、その2年前にですね、エイズだということをお医者様から告げられて、まあ、この作品はオルターピースキリストの生涯というタイトルがついていて、見ていただける通りクロスがあったり、赤ちゃんが抱っこされてたり、天使が飛んでいたりというようなすごい作品です。本当になんか人生のスタート、始め、人生の終わりを示しているような感じですけどね。1983年にキース・ヘリングがこの発光する塗料をたくさん使っていた年で、はいはい、こういう作品をたくさん作っていました。なんかこちらの作品は楽しいですね、はい、楽しいですよね。また一転してこうピラミッドが出てきたり UFO が出てきたり、 UFO、 そうなんですよ、結構 SF が好きだったんですよ、キース・ヘリングが。そうなんですか。そうなんです、そうなんです。未来のこととかがすごく興味があって、そういうサイケデリックな感じもこう彷彿とさせるような作品かなと思います。これがキース・ヘリングが作ってきたポスターです。いろんなポスターがありますね。はい、そうなんですよ。例えば、まあ、こういうあの読書習慣みたいな、これはもうまさに読書をしようっていうようなかわいいですね。 Fill your head with fun、 こんなのあったら嬉しいですよね。嬉しいですよね。やっぱり子どもたちの教育っていうのにすごく興味があったみたいで、こういうポスターも作っていました。あのカタカナでキース・ヘリング展って、東京って書いてありますね、はい、東京で行った自分の個展のために作ったポスター、行きたかったそうですよね。あとはですね、すごく社会的な活動も実は行ってきていて、はいはいはい、こういう、これが初めて作ったポスターなんですけど、で実は反核、核放棄のためのポスターなんですね、はい、まあ、自分自身もエイズで亡くなりましたが、エイズのポスターですね。やっぱ彼はすごいですよね、やっぱこういう難しい真面目なトピックスをこうやって可愛く描いて、なんかまあ子どもとか一般の人もそうやって受け入れるように分かりやすく、まさにそうですね。暗いお部屋から明るいお部屋に来ました、ね、天井が高い。そうなんですよ、一番高いところで13メートルほどあるんですけども、でここのお部屋は希望の展示室と私たちが呼んでいて、先ほどの暗いお部屋、闇の展示室から希望の展示室、はい、闇から希望へっていうのが、まあ、当館のコンセプトでして、こちらが、まあ、当館のコレクションのハイライトでもある作品です。一番大きいですかね。一番大きいです。何歳ぐらいの人だろうとか、どんな顔、どんな表情をしてるんだろうとか、確かにわからないですよね。わからないです。もちろん人種もわからないですし、そういった人がこう入り乱れてる、それをまあ自由に私たちが見ていくっていうコンセプトですね。こちらの方の壁では、キース・ヘリングが、まあ、日本に来た時に受けた取材の記事であって、はいはい、いや本当に日本でもすごく人気だったんですね、はい、そうですね、もうキース・ヘリングブームが起きたと聞いています、うん、であとはいろんなゆかりのもの、なんかこう池袋病院に風邪をひいて
かかったものとか、なんかこういう思い出を取って、なんか残していたこともすごくいいですよね、はい、そうなんですよ。当館の館長中村が初めて購入した作品で、そうなんですか、はい、今私これ欲しいって言いました。いや家にあったもうすごい最高ですよね。そうなんですよ、これが初めて中村さんが購入、中村はまあアートに詳しいからキースヘリングを選んだというより、本当にキースヘリングの作品に惹かれて、彼の名前を知ってアートっていうものに惹かれていくんですね。でそのきっかけとなったのがこの作品という。すごい、ラジオ、なんでしょうね、一瞬あのね、はい、あのこれに見ますけど、そうスマートウォッチ的なものに見えますが、なんかそういうやっぱり未来テクノロジーがこれからどう発展していくんだろうとかっていうのを考えていたのかなと思います。なんかチョークで描かれてる。そうです、そうです。ここはちょっといろんなドローイングを展示しているんですけど、ね、こういうバイクにも、これはすごい作品なんじゃないですか。そうなんですよ、まあ、これがですね、ニューヨークの地下鉄の構内にあった広告板なんですけども、うん、キースヘリングは、まあ、この広告板を見つけて、まあ、ポスターとかが貼っていないところに、あ、ここに絵を描こうと思ったみたいで、かっこいい。そうなんですよ、チョークを。地下鉄だったら、まあ、いろんな年代の人、いろんな人種の人、もうみんなが毎日使うっていうことで、アートを地下鉄に持ってこようっていうことでこのプロジェクトを行いました。